夜桜と高田城三重櫓のライトアップ、高田城市公園観王会は、毎年4月に新潟県上越市で開催される祭りである。2020年に会場となる高田公園の名称が高田城市公園に変更されることに伴い、名称を高田城百万人観王会から解消した。毎年桜の開花に合わせて4月上旬から中旬にかけて行われる。 約4000本の桜が咲き、3000個以上のボンボリが立ち並ぶ、日本三大夜桜の一つに数えられている。1997年の開催時から、高田城100万人観王会の名称を使用、公園名の解消に伴い名称を変更した。1908年に在京軍人会が、九陸軍第13師団の入場を祝して2200本の桜を植えたのが、 官王会の前身である。その後、1917年に市民に官王が許可された。当時の敷地は部外者が自由に出入りできるような場所ではなかったため、現在の造幣局の桜の通り抜けのようなものであったと考えられている。その後、1926年に初めて官王会が開催されたが、現在のような形になったのは戦後になってからである。 平成に入ると、公園に隣接した公共施設等の解体と新設により、公園自体のスペースが大きく広がり、新たに多くの桜が植えられた。また、公園のシンボルである、三重櫓も1993年に建築され、昭和の頃の観光会とは大きく様相が変化した。2015年に行われた、航空自衛隊ブルーインパルスによる展示飛行。 駐車場の数が潤沢でないため、公共交通機関の利用が呼びかけられている。また一部の駐車場及び、高台木、春日山城などからもシャトルバスが、関王会の期間中運行される。ありがとうございます。